ご視聴ありがとうございます。竹千恵里です。今回はですね、星野源さんのシングル、不思議創造、想像についてお話したいと思います。僕の動画では CD レビューやライブレポートなど、音楽についてお話をしています。皆さんに共感いただけることだったり、有益なお話ができたらと思いますので、チャンネル登録で音楽仲間になってもらえると嬉しいです。 では本題なんですけど今回のシングルの表題曲2曲は先行で配信リリースとなっていたし3曲目の「うちで踊ろう」も知っていると思うし4曲目の「そしたら」という曲はリリース決定の時点では未発表曲となっていたのでこの曲を期待していた方は多かったのではと思いますまた初回版2種類にはそれぞれ過去の配信ライブの映像がつくとのことなのでファンの方は2つとも手に入れたのではと思います で不思議、想像、内で踊ろうについては今更だったりすると思うので今回はそしたらについてお話ししていきたいと思いますこの曲はご存知だと思いますがゲさんは毎年バナナマン日村さんにバースデーソングを送っていて今回は設楽さんへのバースデーソングということでタイトルにたらという言葉が入っているアイデアはさすがだし設楽さんへの愛を感じます ラジオですでに聴いていた方にとってはリリース前にご存知だったと思うんですが僕は情報を全く知らずに聴いたので結婚発表後に初めて出した曲というのもあって最初はガッキーとの曲を連想してしまったんですが設楽さんと娘さんのエピソードをモチーフに作ったというのを知ってそういう風に聴くと確かにそう聞こえるんですがいろんな捉え方もできるのではと思います で、曲調が初期のファーストやセカンドあたりの楽曲に近い印象を抱いた方は多いと思うんですが、メロディーだったり歌詞の日常感やトマトパスタというワールドだったりで生活感や温かみがある感じがあるし、ゲンさん本人がピアノを弾いているということでいい味が出ていて、そういういろんな部分で初期の印象を受けるのかなと思います。 アレンジに関しては今のモードで洗練されているので昔の感じとはまた違うと思うんですがこういうタイプの曲は久しくリリースしていないと思うので待っていた方は多いのではと思います で、表題曲、不思議、創造も素晴らしいんですが、彼のように国民的アーティストになってしまうと、J-POP の先頭に立って引っ張っていくために、方法論やアイデアなど、新しいことを提示しなければいけなかったりで、自分のやりたいことと立場上やらなければいけないことが混在していて、自由も不自由もあるだろうし、それはトップアーティストの宿命なんだろうと思います。 そして今回のそしたらなんですがカップリング曲というのは割と自由にやらせてもらえるところだと思っていてアーティストによっては同業者を鳴らせるような難解な曲を入れたり実験的なことをやったりとシングルアルバム曲とはまた違う自由な作品が出せる印象があります 今回のような肩の力が多いた曲がカップリングということで、表向きにはブラックミュージックに影響を受けた洗練された音楽というのが彼の最近のイメージですが、彼が本当にやりたいのはソちシャルのような曲なんじゃないかと憶測ですが思っています。 この曲のように音数も少なく構成に関しても感想もシーメロもなく難しいことをしないただただシンプルな構成のものでも十分に素晴らしい曲なので今の流れだとシングルにはならないと思いますがちょいちょいでもこういうタイプの曲をカップリングでもいいのでリリースしてほしいと思いますまた結婚したことでの様々な変化が歌詞にも反映したりすると思うのでこれからの作品にも期待したいと思いますえ今回は星野源さんのシングル不思議想像についてお話ししました 皆さんの高評価やチャンネル登録が次の動画を作る大きなモチベーションとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。